皆さんこんにちは。9月28日長寿討論番組朝まで生テレビが地上波での最終回を迎えました。この番組は1987年に放送を開始し、日本の討論番組の歴史において重要な位置を占めています。今後は BS 朝日で継続される予定ですが、番組の象徴的存在である田原総一郎氏の司会ぶりに再び注目が集まっています。田原氏はその鋭い質問や強い司会進行で多くの視聴者に強い印象を与え続けており、日本のテレビ界言論界において欠かせない人物です。朝まで生テレビはその斬新な企画と激論の場を提供する番組として多くの視聴者を魅了してきました。特に田原総一郎氏の司会スタイルは、出演者の発言を遮ったり時には怒鳴ったりと非常に感情的なものです。この独特な進行スタイルは昭和なら許されたが現代ではどうかと議論されることも少なくありません。しかし田原氏が築き上げた圧倒的な実績がこうしたスタイルを支持する要因ともなっています。田原氏は日本の社会問題に対して鋭い視点を持ち、常に厳しい質問を投げかけてきました。彼が番組内で繰り返し問いかける「日本はなぜこんなにダメになったのか」という質問は彼の社会批判を象徴しています。しかし彼の司会ぶりが冷静な議論よりも感情的な発言を促してしまうという指摘もあります。これにより彼の進行スタイルは視聴者を引きつける一方で、時には議論の質を低下させる原因にもなっているとされています。また番組の人気に伴い田原氏のテレビ界での存在感は一層強まっていきました。彼の妻節子さんの葬儀には現役の総理大臣や元首相、野党党首、さらには経済界の重鎮たちが参列し、田原氏の大物ぶりが改めて浮き彫りになりました。このような大きな影響力が彼の司会スタイルを強固にしている背景にあると言えるでしょう。田原氏の司会スタイルだけでなく彼の私生活も大きな話題となっています。彼は著書「私たちの愛」で27年間にわたるダブル不倫を告白し、世間を驚かせました。田原氏は1960年にいとこのバッシさんと結婚し、彼女は結婚後も仕事を続け家計を支え続けていました。バッシさんは田原氏が監督する映画の資金調達まで協力するなど献身的な妻であったと言われています。しかし田原氏は岩波映画社時代に日本テレビのアナウンサーであった節子さんと不倫関係を続けていました。田原氏はこの関係を明かし、家庭を壊さないという誓いを持って不倫関係を続けていたと語っていますが、実際には節子さんの家庭にも大きな影響を与えていました。節子さんの前夫は娘が4歳の時に不倫を知ったと述べ、その後は家庭内別居状態が続いたといいます。最終的に1988年に節子さんとの離婚が成立し、翌1989年に田原氏と再婚しました。田原氏はこの告白に対し、ジャーナリストとして真実を全て明かすべきだという信念があったと述べています。また娘たちに嘘は書きたくなかったとも語っており、自身の過ちを隠すことなく公にすることで彼のジャーナリズム精神を示したのです。田原氏は1934年滋賀県彦根市に生まれました。彼の家は貧しく、母親の実家が営んでいた紐工場も苦しい経営状況でした。しかし彼は若くして大きな夢を抱いていました。1952年早稲田大学の夜間部に合格し、小説家を目指して上京。日本交通公社で働きながら夢の実現を追い求めます。しかし仕事と勉強の両立に加え、関西弁をバカにされる日々の中で小説家としての夢は次第に遠のきました。最初の1週間しか大学には行かず、あとはずっと小説を書き続けていましたが、なかなか芽が出ませんでしたと田原氏は振り返ります。最終的に彼は小説家の夢を諦め、昼間部の早稲田大学文学部に再入学。だが就職活動は厳しく、新聞社やテレビ局の試験に落ち続けました。唯一合格したのが岩波映画社でしたが、そこでも撮影助手としての仕事はうまくいかず、失敗続きの日々が続きました。撮影助手としての適性に欠けた田原氏でしたが、ある日
小児麻痺を題材にしたシナリオを執筆したことが評価され、映画監督としての道が開けます。彼は人間を撮りたいという強い思いを抱いており、その思いがジャーナリストとしての彼の将来を決定づけることとなりました。1961年、日テレからドキュメンタリー番組20世紀の構成のオファーが舞い込みました。これが田原氏にとってジャーナリストとしての第一歩となります。さらに奥様こんにちはの制作にも関わり、次第にメディア界での存在感を高めていきました。しかし田原氏のキャリアにはもう一つ大きな要素がありました。それが村上節子との出会いです。節子は1959年に日本テレビに入社し、当時に14歳で、すでにアナウンサーとしての地位を確立していました。当時田原氏は女子アナウンサーに対して批判的で、特に女性キャスターのナレーションを使用することに反対していました。21世紀の企画会議でも女性は不要だとしてキャスターを下ろす提案をしたことがありました。しかし節子と実際に顔を合わせた瞬間、田原氏の気持ちは180度変わりました。彼女は可愛らしいだけでなく芯の通った女性であり、仕事への強い意志を持っていたのです。彼女は結婚していましたが、当時の女性が寿退社するのが一般的だった時代にもかかわらず、テレビを一生の仕事として捉え働き続けていました。田原氏は節子に対して、仕事とは何か、人生とは何かという人生論をぶつけました。彼の質問に対して節子は鋭い答えを返し、次第に二人は深い議論を交わすようになります。この論戦は田原氏にとって一種の求愛でもあり、彼女はその挑戦にいられてくれました。しかし田原氏は東京育ちの節子に対してコンプレックスを抱いていました。滋賀の田舎から出てきた田原氏にとって、局アナの節子は雲の上の存在でした。そのため、当初は二人の距離が縮まることはありませんでした。さらに田原氏が岩波映画社を辞めて、東京12チャンネルへと転職したことで、二人は一時的に連絡を断つことになります。再会が訪れたのは1964年、東京オリンピックの年でした。節子はその時、すでに出産を終え、子育てをしながらもアナウンサーとして日テレで働いていました。節子が田原氏に電話をかけたことがきっかけで二人の再会が実現しました。節子は後に、久しぶりに会ったのに彼は最初から人生論をふっかけてきて丸裸にされるような気分だったと振り返っています。再会後、二人の距離は次第に縮まっていきます。仕事への情熱を共有する同志として、そして論争相手として、気持ちの通じ合う仲間として、やがて彼らはお互いを男と女としても意識するようになり、関係は深まっていきました。田原氏は仕事においてもプライベートにおいても常に情熱を持って向き合う人物です。彼は人間とは何かを追求し続け、そのテーマをドキュメンタリーやニュースを通じて探求し続けてきました。そしてその情熱は村上節子との関係においても変わることはありませんでした。1960年代の日本のメディア界において田原氏と節子の関係は異色のものでしたが、二人はお互いに影響を与え合いながら仕事と人生に向き合い続けました。田原総一郎氏は現在でもその豊富な経験と独自の視点で社会問題について発言を続けており、彼の影響力は今もなお健在です。彼の語る愛情と信頼の物語は今後も多くの人々に感動を与えることでしょう。一方で田原氏の私生活は決して平坦ではありませんでした。彼の最初の結婚は3歳年上のいとことのものでした。下宿先で同居していたいとこと互いに惹かれ合い、親戚の反対を押し切って結婚に至りました。結婚生活は10畳の4畳半のアパートからスタートし、その後も転々とした住居生活が続きました。特に上野の木造3階建ての家はピサの斜塔のように傾いていたといいます。それでも田原氏は仕事仲間と共に精力的に番組制作に取り組みました。そんな中、再び村上節子との距離が縮まっていったのです。田原氏は節子との関係を深めながらも彼自身の家庭を大切に守り通しました。互いに既婚者でありながら仕事を通じて強い絆を築き、
互いの魂の一部が結びついていると感じていました。それでも二人は決して家庭を壊すことなく、仕事が人生の中心であることは変わらなかったのです。仕事における田原氏の情熱はしばしば極限状況を求める形で現れました。彼は犯罪すれすれの状況に身を投じながら人間の本質を追求し、極限状態にいる人々のリアルな姿を撮影することに快感を覚えたといいます。その中で彼自身も極限状態に入り込み、その瞬間を全力で捉え続けました。そんな折、田原氏の再抜歯が乳がんを患うという事態が発生します。彼女が44歳、田原氏が41歳の時のことでした。この出来事は田原氏にとって大きな転機となります。それまで2人でドロップアウトして新たな生活を始めるか悩んでいた田原氏と節子、しかし抜歯のがんによってその迷いは消え、田原氏は家族を守る決断をします。医師からは手術を受ければあと5年は生きられるという見通しが示され、田原氏は家庭を最優先に考えるようになりました。田原氏が抜歯と過ごした日々は決して平穏ではありませんでした。抜歯が乳がんと診断され、長い闘病生活が始まったのは田原氏が41歳、抜歯が44歳の時でした。治療は非常に厳しいものでしたが、抜歯は決して泣き言を言わず、放射線治療やリンパ療法、丸山ワクチンなど様々な治療に挑みました。しかし手術後に5年は大丈夫と言われていたにもかかわらず、2年半後にがんが再発してしまいます。田原氏はこれまで家庭のことは抜歯に任せきりだったものの、闘病中は一転して家事や子育てを引き受け、全力で妻を支えました。抜歯の強い意志と田原氏の献身的な看病は9年にも及びましたが、1983年9月、腸を切除する手術の後、抜歯は麻酔から目を覚ますことなく亡くなりました。享年54歳というあまりに早すぎる死でした。この時、田原家は深い悲しみに包まれ、田原氏もまた大きな痛みを抱えることになりました。妻の死後、田原氏は節子との関係を再び深め、彼女に求婚することを決断しました。しかし、節子の返答はノーでした。これまでに15年間も離れて暮らしていたことから、急に一緒になることへの不安、そして娘たちへの影響を心配していたのです。田原氏はその気持ちを理解し、3年間もの間、悩み続けました。しかし、その後、娘たちの結婚が次々と決まり、田原氏は再び節子に求婚します。今度は、節子も答えを変えました。彼女は田原氏の体調の悪化を気遣い、ようやく、イエス、と答えたのです。この時、田原氏の娘たちは、父親の再婚に対して、驚くほどあっさりと受け入れました。お父さんは家族を放り出さなかったから、と、語った次女の心理は、現在田原氏のマネージャーを務めています。もし再婚して、お父さんが出ていくとか、新しいお母さんが来るから、私たちが出ていけと言われたらすごく嫌だったかもしれないけど、生活は変わらない。それならいいかなって、という言葉が示すように、娘たちは父親の選択を理解し、受け入れたのです。再婚後、二人の関係はこれまでの恋人同士とは大きく変わり、仕事のパートナーとしての新たなステージに入りました。田原氏が執筆する雑誌の原稿はすべて節子が目を通し、添削も彼女が担当しました。時には、文の構成がおかしいと、辛辣な指摘も受けることがありましたが、それもまた田原氏を成長させる一環でした。1987年、田原氏が司会を務めることとなった討論番組、朝まで生テレビがスタートし、彼のテレビキャリアは新たな波に乗ります。そして、1989年にはサンデープロジェクトも始まり、彼の影響力はますます広がっていきました。田原氏のテレビ人としての復活が始まったのは、ちょうど彼が節子と再婚した頃のことでした。節子は田原氏の生活だけでなく、仕事においても不可欠な存在となり、魂のパートナーとしてだけでなく、現実の生活や仕事においても再び田原氏の世界に戻ってきたのです。彼らの結びつきはこれまで以上に強固なものとなり、共に歩む人生の新たな章が幕を開けました。田原総一郎氏の波乱に満ちた人生と村上節子との関係は
彼のキャリアに大きな影響を与え続けています。ジャーナリストとしてまた人間としての田原氏の軌跡は多くの人々に感銘を与え、その情熱は今なお衰えることなく現代のメディア界においても輝きを放っています。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。